第7回その28、取材インタビューから見えてきた候補者たちの理解度の4回目です。前回の続きです。4人目は越谷市の石川拓也さんです。彼も理解が間違っていますが、党内規約についてなかなか面白い話が聞けています。では聞いてみましょう。神谷さんはなんか愛人を OK とかっていうのをなんか撤回とかはされてない？大まかにはしてないですね。だからそこの愛人 OK っていうその発言だけを切り取られて言うと、そのどうして愛人 OK ってなったというふうに発言したっていうのが、はい、見えてこないんですよ。その愛人 OK ってそのプロセスまでが、その例えば立候補するのに愛人がいるからちょっと出れないとか、あれ当時はその参政党の参院選とか出るときに、そのいろいろ声かけてたの、神谷さんで。それで、愛人がいる人が何人もいたら、政治家で、知名度のある人って、はい。で、あるから、神谷さんが、もう大丈夫、うちは清算してくれれば、清算っていうのはその愛人関係がする。元からね、私、愛人が何人いて、こういうお付き合いしてるんです、大丈夫ですかって、それぐらいだったら大丈夫ですよって、そのプロセスがあって、愛人 OK って話なんですよ。なるほど。そうなんです。だからその愛人 OK っていうことだけやってれば何でも OK だと思っちゃうんですよ。愛人だとこの本っていうと、その見えてるところだけ話すと、その悪くも捉えられるし、よくも捉えられてしまうので、だからそのまあ盲信じゃないですけど、参政党は参政党の考えで、神谷の考えがあって、じゃあ本質はどうなんだろうっていうところまで調べないとちょっとわからないと思います、そこは。だから僕もだから愛人 OK って言われても、俺は愛人も作らないし、まだねっていうか、ああいない、奥さんもいないぐらいだから、ね、愛人とかそこら辺関係ないんで、だから、その結局都合のいいことだけ言ってんじゃないのって、僕も思うとこあるんで、それは。だって、参政党も、まあ一応ちょっとあれですけど、参政党の規約の中に、はい、一発でその、結核自由というか、参政党を活動する上で、これを破ったら、まあ破門じゃないですけど、ありますよっていうのが、お酒関係のトラブルと暴力でのトラブルと、あとお金のトラブル、これをもし何かあった場合はすぐにもう活動できないわけですよ、反則で。でもその愛人のことは本当にないから、本当かとか、この3つがその何か除名っていうとかですか？そうです、そうです、の対象。はい、聞いていただきました。今まで愛人がいても清算してくれれば OK ですよという意味だという独自の見解を展開した後で、彼はこのように述べています。都合のいいことだけ言ってるんじゃないのかと思うところもある。参政党の規約の中には、結核自由というか破門じゃないけど、酒と暴力と金のトラブルがあればすぐに活動停止となっているが、その中に愛人は入っていない、本当かと、というふうに語っています。もしこれが本当であるなら、参政党は酒や暴力、金のトラブルより愛人に対して緩い基準を公式に設けているということになります。それは一体誰が決めたことなのかという新たな疑問が生じます。神谷が自分で決めたことではないのでしょうか。少なくともここで石川拓也さんは、愛人を特別扱いしていることにつき、本当かと驚きを隠していません。さて、5人目は船橋市の中澤吉弘さんですが、この方は珍しく不倫は OK ですと回答できた神谷の考え方をきれいに代弁できた人だったのですが、動画のコメント欄に、この動画に映っている中澤です。この動画はプライバシーを侵害していますので削除をお願いしますと書き込まれていますので、こちらではその内容を流さないことにしました。参政党の正しい考え方を伝えることができる数少ない模範的な候補者であるのに、プライバシーの侵害による削除の申し立てを行いたいとは、なんと残念なことでしょう。参政党で
正しく党の方針を伝えると後から削除したくなるのでしょうか。この方のお話を直接流すことができないのは参政党にとって大変な損失です。6人目の方は杉並区の横田正直さん。この方は元職の方です。鳥の着ぐるみのサンバでも話題になった方です。ではお聞きください。ことに対して変えていかなければいけないという趣旨で言われてるんだと僕は解釈してます。だから本質的なところで戦っていかなきゃいけない、命をかけていかなきゃいけないと、まあ、それが神谷さんのおっしゃってる趣旨なんだと。だから私はそういう意味ではその目的を達成するためにも不倫は、するためには不倫は OK ということですね。不倫してでもその目的を達成すべきである。だその言ってることが違うんですよ。大きいところと小さいところなんかすり替えられちゃってて、その大きいところのために、つまり外国の勢力によって日本の政策決定が歪まされるとかですね、情報がその利権によって情報が強制されるとか、そういうことに対して不倫は OK かどうか、いや、どうでもいいんじゃないんですよ。政治の大事なところを揺るがしちゃいけないって、そこを大事にすべきだっていうふうにおっしゃってるんだ。田村さんのおっしゃる不倫 OK っていうのは、何人まで OK なんですか。いや、私はそれ知らないですよ。何人まで OK って、それは知らないから神谷さんに聞いてください。いや、私が知らないですけども、それは何人とかじゃなくて、まあ、無制限で OK だったら、ちょっとまずいんじゃないですか。まあ、今の日本の、法秩序の下ではまあ、不法行為ということになるんで、法秩序が保てないです、はい、まあ、日本にはちゃんと結婚制度っていう制度があるんです、まあ、法の下ではですね、不法行為をする、ただその本館はそういうことで足を引っ張って日本の政治を劣化させる。まあ、僕申し上げたいのは、戦うべきは自民党とかですね、腐ってるところと戦わなきゃいけないと思いません？ここでなんか、法を犯す人間、ここでなんか法を軽視する人間とは戦っていかなきゃいけない。ここでなんかやり合うっていうのは非常にもったいない。やるべきはだって NHK ぶっ壊すんじゃないんですか？だから僕はそれはそこのね、利権とかしがらみに対してぶっ壊す、僕は応援しますよ。いや、そう、違うんですか？違うんです。いや、そこに対してね、本館はそこであって、ここでなんていうか小さいところでお互い足引っ張り合うなんて、こっちは足引っ張る気は全くないですけど、そういうなんかこう潰し合いみたいなことをやるのはもったいないっていうか、政治は本来、皆さんの志を持ってやってるんじゃないかと思うんですよ。それはね、本当にこの情報が統制されるとか、そういうことに対して戦っていく、それを一緒にやっていけたらいいんじゃないかって僕はすごく思うんで、こんなところでいいですかね。横田さんは素晴らしいと思うんですけど、横田さんは不倫はダメだと、まあ、今の日本の法秩序の下では暴行になってしまう。神谷さんの意見には反対ということですね。反対というか、神谷さんがおっしゃってること、さっきも言ったように、そこは小さな問題だってこと。日本のワイドショー政治、その足を引っ張って不倫だなんだで優秀な政治家も、小さな問題だって考えても、小さな問題と考えられない人もいるんですよ。まあまあそうかもしれないですけどね、やっぱりそういうね、参政党のね、意見に賛同しない人の有権者のことも考えていただかないと、いい政治できないと思います。ただやっぱり大きなところは違うんだっていうことですよね。そんなことで足引っ張る、で実際今の日本の政治っていうのはそうやって足引っ張って、結局まあなんていうか、まあ、貧困法制に見えるような、実は国を売ってるような政治家が結構力を持っちゃってる、売国奴みたいなのが力を持ってるってことのが大きな問題で、でね、志持って優秀なものが、あるいはハニートラップかけられて、ああやれどうなって言って足引っ張られて潰されていくっていうような、そういうことでは本当に日本が乗っ取られちゃうっていう危機感は持ってます、ね、だから、大事なところっていうか大きなところで勝負しなきゃいけない、そこでは命取られるかもしれないっていうことですよね。じゃあ横田さん、はっきりと、神谷さんの部分には反対ということで、反対ではなくて趣旨には、その趣旨は違うんだって僕は解釈しているということです、神谷さんの言ってる趣旨っていうのは、そのじゃあ、どうして神谷さんはそんな乱暴な発言ばっかり繰り返すんですか。
もう勘違いして。僕はそこは、はっきり聞いてないんで、わからないんですけど。はい、聞いていただきました。残念ながら、このインタビューでは、インタビュアーが繰り返し口を挟んで、横田さんが答えようとするときに、回答をさせていません。その結果、話がちぎれてしまい、愛人 OK に対する見解にまで話がたどり着いていません。解釈という言葉が出ているので、文字通りには受け取っていないようだということが、おぼろげながらにわかる程度です。断片を拾い集めると、神谷宗平が仕事ができる人が欲しいために愛人 OK と言ったということを理解しています。さらに、不倫が現行法上不法行為であることを理解しています。その上で、神谷の愛人 OK はより小さい問題としつつも、どうも言い足りないことがあるようでしたが、その先は分かりません。インタビュアーの仕事は、自分が主張することではなくて、相手の話を聞き出すことです。7人目、8人目については、次回扱いたいと思います。